こんにちは、鈴鹿のおっさんです。実はですね、鈴鹿のおっさんっていう名前でやってたんですけども、その後にキャプテンゴリっていう名前に変えて、どうもなんかいまいち分かりにくい名前なんで、キャプテンっていう文字がね、でまあ鈴鹿のおっさんに戻したんですけど、今日はちょっとね、昨日飲みすぎちゃってちょっとお疲れ気味なんですけども、今日何をするかっていうと、これ。久しぶりにスクーターでコンビニに行こうかなと思ったらパンクしちゃってまして、で、アマゾンで、こちら、チューブをね、買いましたので、それをね、交換していきたいなと思います。なんかね、くるくるになっちゃってるもんね。で、L 字型つけたんですよ。で、それがあまり良くなかったみたいで、もう今回は普通にまっすぐのね、バルブのチューブなんで、これね、これに変えていきたいなと思います。パンク修理でございます。今日はそれでは行ってみましょう。そんなわけでね、まずタイヤを外していきたいなと思います。まあこのメガネでね、メガネレンチで外していくわけなんですけども、今日はちょっと風が強いんですよね。台風が来てるんで、日本海の方へこう台風がそれてはいるんですけど、まあ、若干ちょっとやっぱり風強いですよね。こんな感じ。天気はいいんですけど、天気はいいんですけども、風がちょっとあるかなっていう感じ。それでね、まあ、タイヤを外していくわけなんですけども。そんなわけでタイヤ取れたんですけど、ちょっとマフラーを外さないとね、取れなかったね。タイヤがスポッと横へこう引っかかっちゃって、やっぱ結局ね、すごくコンパクトになってるんで、それ一つやろうと思っても他のとこをね、ばらさないといけなかったりする感じですね。まあ初めてじゃないですけど、忘れるんですよね。どんな風だったっけなみたいな。で、今日はね、これタイヤレンチね、これでまず側を外していきたいと思います。結局のところね、まあ、外したんですけど、ねじ切れちゃってるんですよね、これね。ここがチューブが こんなの無理やりつけるもんだからで、このほら、ここがここの何っていうのかな、この通常ね、普通っていうか、こうやって押さえがあるじゃないですか、こうやってね。で、このタイプなかったんで、こうねじぐるぐる回るというか、こうね、ここに負担かかっちゃって、結局のところこれがあれなんですけど、これねじ切れちゃって、まあダメになったと。チューブね。で、今回は普通のノーマルの、これ新品なんですけど、ノーマルのねチューブ入れていきたいと思います。で、ここで押さえてね、やるやつなんですけど、普通のやつをつけていきたいと思います。チューブね、インナーチューブ取り付け完了しました。で、規格外のね、ちょっと大きめのタイヤ、これ今つけてますので、なかなかね取り付けが難しいんですよ。なので、ビードクリームっていうのがあって、ビードクリームを買ってたんですけども、行方不明になってて、タイヤが装着してからね、ガサガサってやってたら、発見しました。これなんですけどね、ビードクリーム、これ塗るとこうスムーズにこうつくんですけども、うわー、すごいな。台風でね、これ今風がすごいんですけども、で、割とスムーズにね取り付けれると。まあ、タイヤレバーと、まあ、ビードクリームがあれば、まあまあ、簡単にちょっと硬いタイヤでもね取り付けることができると思います。そんなわけで、今これコンプレッサーでね、コンプレッサーって言っても、これ携帯用コンプレッサーなんですよ。これ12ボルトでね、車の電源のなんかでね、シガライダから取るタイプなんですけども、こういうのはね、ヤフオクで1000円ぐらいで売ってますからね。で、これをやろうとするとつかないんですよね、これね。これ。ちょっと待って。これ、はまらないんですよ。だから L 字をつけてたんですけど、これだと、この、はまらないんですよね、こうやって。もう無理やりやるしかないというかね、ちょっと、随分とここに干渉するんで、このチューブがね、どうなんすかね。ちょっとじゃあ空気入れていきたいと思います。まあ、まあありますけども、なんかここに負担かかるから、ここはねもう一回締め付け直してもう一回入れてみたいと思います。まあまあいいでしょう。 0.2 ね、 0.2 ぐらい入れればいいかなと。もちろんこれねヤフオクでこれ1000円で買ったんですけど、携帯用コンプレッサーでこれね、純正品ってなんかの車についてるんですよ。こういうのがこれ結構ねコンパクトだし、だけどバイクからとってもそのちょっと電圧が足らないというかね、車のシガライターじゃないとダメなんですけど、バイクのちょっと電圧だとちょっと低い感じですね。これ結構ね重宝してます。これ住友ゴムって書いてありますよ。うん、これヤフオクで1000円ぐらいで買ったんですけどね、もう1個ぐらい欲しいなと思ってるんですけどね、これね結構いいです、シガライターがね。はい、なわけで、タイヤの、チューブの交換でございました。ありがとうございました。